どうもこんばんちは、キシトです。ブラッティクロニクル続き読んでいきたいと思います。で、何食べる？いつも通りレッドドラゴンか。そうだね、賛成。ここから近いしね。だな。でも今日は俺車で来てないぞ。私も別にいいんじゃないか。ここからも本部からもそう遠くないし。アキトが変な顔で見てくる。なんだよ、思ったこと言っただけだぞ。何かいい案を言ってくれるかと思ったんだよ。みんな異論がないなら歩いてレッドドラゴンね。そうして俺たちは全員で歩いて店に向かった。席に着くと全員が即座に注文を決めた。それから約30分後、ウェイトレスが料理を運んでくる。ようやく飯にありつけた俺たちは早速いただくことにした。いつものようにアキトが口いっぱいに頬張りながらうまいうまいと感想を漏らす。俺はファントムの剣を考えていた。精霊の七つの賜物、次は経験だ。次の被害者は一体誰だ。どうすればここから状況を好転させられる。それにしてもみんな射撃上手だったわね。お疲れ様。ありがとう、鈴美ちゃん。でも私はダメダメだったよ。ん何か言いたいなら飲み込んでからにしなさい。飛ばしたら殺すわよ。何か追いかけたアキトがさっと顔をそらした。その場が笑いに包まれる。空気を読めなくて悪いんだが、ファントムの操作は行き詰まってる気がする。うん、言いたくないけどその通りね。できることはもう全部やってるよね。俺も今そのことを考えてた。でもさ、経験ってヒントがあるじゃん。昨日も話してたけど、それだけじゃ次の被害者を絞り込めないわ。候補が多すぎるもの。何がおかしいの？いや、俺も最初は思ったんだ。ようやく手がかりをつかんだ。これで、ってな。でも、鈴見が今言ったように、候補が多すぎる。動きようがない。そうだな。じゃあ、どうするよ。ファントムが次の行動に出るまでこのまま座って待ってるのか。どこかでミスするかもしれないけど。もう始まってるとしたら。え、どういうこと？殺された教師と教授の間におそらくつながりはなかった。だが両方ともファントムの知り合いだった可能性は高いと思う。少なくとも疑われずに家に入れるくらいの関係ではあったはずだ。その根拠はあるの？うん、じゃあどこで知り合ったのかってことになるし。俺は笑みを浮かべる。心当たりならある。どういうことだ？お前また隠してたのか？違う。これはたった今思いついたんだ、本当に。信じられないね。とにかく続けてくれる？教師のアーネスト氏とリーシャン教授はお互いのことを知らなかった。だからといって二人がファントムの知り合いじゃなかったとは言い切れないだろ。そうね。でもファントムと知り合いだった証拠もないよ。その通りだ。あ、よくわかんねえんだけど、どういうことだ？カウンセラーの大船さんと消防士の松尾氏はお互いのことを知っていた。待て、それはどこから出てきた？確かに原田武は言っていた。松尾氏にメンタルケアの介護に連れて行った、連れて行ってかな、もらったことがあると。だがそれだけだ。そう、それだよ。みんなが混乱したように俺を見る。その会に小船さんがカウンセラーとして参加していたなら全てがつながる。だとしても偶然たこともありえるだろう。松尾さんは新聞に出れたし、みんな知っててもおかしくないよね。それはそうだが、まあ聞いてくれ。実は俺もそこにいた。再びみんなが困惑した表情で俺を見る。そこにいたってどういう意味よ？両親が死んだ後、医者に言われて俺もそのメンタルケアの会に参加したんだ。前にアキトには話したよな。
松尾氏の家で原田武と会ったことがあるって言ってた時か。そうだ。そりゃ確かに俺は聞いたけど。アキト、いいから最後まで聞きましょう。ちえ。とにかくその会場はかなり大きかった。他にもいろんなセミナーとかイベントが行われていた。みんなは静かに俺の話をに、耳を傾けている。アーネスト氏は離婚歴があった。彼もそこに来ていたとしたら。ハッとするみんなに俺は続ける。もしそうだとしたら、次の場所に、その場所に被害者の3、うち3人が集まっていたことになる。さらにデシー・マールだ。デシー？ソフトウェアエンジニアの？デシーさんはそれには関係ならそうに思えるけど。孤児だったから。え、それが何の関係があるんだ？孤児だったのならいろいろと大変な目にも遭ってきたんだろう。メンタルケアの会に参加していてもおかしくはない。その通りだ。あの時支援団体の人間が言っていたことを思い出した。過去とどのように折り合いをつけるかみたいな話だ。似たような経験をしてきた俺たちに、自分の生活をきちんと続けるのが大事だと励まして回っていた。うん、その通りだと思う。じゃあデシー氏もそこにいたのか。その可能性は高い。そんでお前は覚えてないのか。いや。それどっちだよ。いや、覚えてる。いや、覚えてない。いや、覚えてない。これでいいか。本当に 100%？ 絶対？誰かこいつを黙らせてくれ、永遠に。確認しただけだろ。なるほどね。すごく興味深い形だわ。調べてみる必要があるわね。ああ、そうか、手がかりが見つかるかもしれない。じゃあやるべきことは、これまでの被害者がその会とか別のセミナーとかに参加していたかどうかの確認だね。だな。でも和樹の説が正しいとして、犯人はどうなるよ。ファントムもそこに参加していた人間じゃないかっていうことか。それか運営側？ありそうだよね。運営の人なら多分参加者の情報も見えただろうし。ああ、俺もそう考えていた。でもリー教授は一人だけ当てはまらないけど。確かにな。でも教授は家で何かを研究していた。覚えてるか。データは消されてたけどな。そうね、リー教授だけは個人的にファントムと親しかった可能性があるわ。そうだ。じゃあとりあえずはそのセミナーとやらの調査に集中か。ええ、明日から始めましょう。了解。これで新しい何かがつかめるといいんだけどな。だね。じゃあ担当を割り振るわよ。和樹と私で、そのセミナーの調査、集められるだけの情報を集めれば。了解。私と秋は？二人は私たちが情報を持ってくるまで待ってて、その間に精霊の賜物の調査をお願い。きっとそこまで時間はかからないと思うから。それにシンボルの意味を見つけてくれたのは二人だしね。あとはもうちょっとしたおまけみたいなものでしょう。はーい。私と和樹もできるだけ早く情報を集めておくから、和樹にはたっぷりと書類仕事を頑張ってもらうわ。あはは。勘弁してくれ。ん？誰の電話だ？私じゃないよ。私でもないわ。もちろん俺でもない。まあ、俺だったわ。ん？美智子だ。え？美智子ちゃん？なんで秋田の携帯に？もしもし美智子、どうした？ああ、うん。今、外に出てるけど。え、そうなん？ああ、うん。わかった。いいよ。そこで待ってて。すぐ行くから。うん。そんじゃ、また後で。はい。みんなごめん。俺、行かなきゃ。ちょっと待ちなさい。どこへ行くの？なんで美智子からお前に電話が？
ていうか、なんでお兄ちゃんの番号知ってるの？お前たち、気になるのはそんなことか。気になるよ。アヒカ何やら厳しい目でアキトを見る。お前らさ、昨日手ぶらで帰ってきたっつって俺のこといじめただろ。それを見返してやるチャンスが来たんだよ。もっとはっきり言って、何する気？みちこが本部で待ってる。今から会ってくる。警察から何か新しい情報でもあるのか？まだわかんないけど、話聞いたら報告するわ。よし、俺も行く。いいよ、来なくて。これは俺の仕事。まだ俺も詳しくは聞いてないんだから、まず俺が確認する。オッケー。アキトは言うも言わさない勢いで俺を見てくる。わかった。後でちゃんと教えろよ。マジ？そう言ってウィングしてくる、アキト。いいよな。さらに鼓を見る。仕方ないわね。みちこにバカなことしないでよ。おい、そんなの今までしたことないだろ。そうか？まあいいや。そんじゃあまたな。あ、お兄ちゃん、フォーチュンクッキー残ってるよ。お前にやるよ。どうせろくなこと書いてないし。そう？わかった、気をつけてね。アキトは去っていった。警察、何か掴んだのかな。さあね。最近荒野刑事とみちこはすごく忙しそうにしてたし、可能性はあると思うわ。そうだな。お兄ちゃんの報告待ちだね。だな。明日は大変な一日になる、そんな予感がした。ねえ、すずみちゃん。何？和之くんとの出会いの話聞きたいな。あ、私も確かイグラちゃんに誘ったけど、最初は断られたんだよな。そうそう、あの時の和之が本当にムスッとしたやつだったから。今もムスッとしてるよ。お前ら、本人が目の前にいるんだぞ。今もそうだけど、あの頃とはちょっと変わったわ。完全に無視されていた。警察学校は同じなんだよね。ええ、ウトナ警察学校ね。でも私、和之くんのこと見た覚えないんだよね。私もな、入学した時期が違うなら会っていなくても当然だが。そうだね。あれ、アキも言ってたのか。うん、知らなかった。ああ、今は思い出したわ。嘘をつけ。私もアキも警察学校の頃の話はしてないはずだぞ。アキトに聞いた覚えがあるような、ないような。それでどうやって知り合ったの？最初は高校の先輩後輩で、嵐がイグラシルを作った後に再会したのよ。お世話になってた教官にお願いして、ちょっとしたあの時のテストをね、生徒に受けられてもらったの。出来のいい子イグラシルにスカウトしようと思って。知らなかったな、そんなことしてたのか。ええ、見どころのある人間を対象にね。わ、じゃあ和之くん優秀だったんだ。もしかしてトップで卒業？ああ、確認するように見てくる鈴木に、俺は黙ってうなずいて答える。和之はね、途中で学校を辞めたのよ。そうなのか？どうして？アキトも同じか？お兄ちゃんは中退してないよ。あれでもちゃんと卒業しました。ただ、警察官になるのを辞めただけ。ああ、そういや、警察学校といえば、この前、荒野が俺たちの経歴のこと言ってたぞ。え、荒野警視が？私たちが警察学校行ってたって？ああ、イグラチルのメンバーのことを調べたらしい。そうなんだ、マメだね。ふん、ほんとね。とにかく和之はそのテストを解いてみせた数少ないうちの一人なのよ。へえ、そうなんだ。アキが俺を見る。うん、ま、暇だったし。暇って？それでこいつの身辺調査をね、嵐は勝手にやったんだけど、ご両親のことをその時詳しく知ってね、後で一緒に捜査もしたわ。ああ、前に鈴見からチラッと聞いたな。それで和之くんもイグラシルに入ったんだ。まあ最終的にね、
うんと言わせるのに苦労したけど、目に浮かぶな。ほっとけ。ほら、全員飯は食い終わったんだろ。じゃあ今日はここで解散しましょうか。そうしよう。今日はこれ以上話してもいい考えは出ないだろう。ま、そうかもね。その前にフォーチュンクッキーをあげなきゃ。そういえばそうだな。私はこの手のおみくじの類はあまり好きじゃないんだが、せっかくだ、開けるぞ。ん？なんだこれ。何って、いいこと書いてあった？ん？いや、好きでもないのにクッキーを割らないでくださいだって。あはは、何それ、本当に？怒られてやんの。カールの考えはクッキーさんにお見通しだったみたいね。まさかクッキーに説教されるとは思わなかった。じゃあ次、私行きます。近い将来、エイリアン的な存在があなたの前に現れるでしょう。エイリアン的存在？なんだそれ。多分今日はお兄ちゃんが早く帰ってくるってことだと思う。見事な解釈だわ。次はすずみちゃんだよ。よし。え？何？なんて？予想外のプレゼントをもらうでしょう。わ、帰りにすずみちゃんに、ファンからプレゼントもらったりして、うらやましい。すずみの隠れファンか、意外といそうだな。何言ってんの？すずみの顔が真っ赤に染まる。ファンとかそんなのいませんから、いても嬉しくないし。本当か？その割には顔が真っ赤だぞ。真っ赤だよ、すずみちゃん。照れなくていいのに。その顔は、ファンが誰か心当たりがあるって顔だな。そうなの？誰誰？バカなこと言わないで。何のことかさっぱりだわ。何か隠してないか？妙に焦ってるが。だよね、だよね。おだまり。ほら、カズキの番よ。さっさと開けなさい。そんなにせかして、怪しいな。すずみの反応を持たず、俺は適当にクッキーを開ける。これは面白い。何が面白いの？教えて。1時間後、あなたはまたお腹が減るでしょう。あれだけ食べたのに、どんだけ食いしん坊なの？おい、別に俺はそこまで食ってないだろ。はいはい。アヒが笑いながらウィンクしてくる。アクトのはどうなんだ？残していったやつ。ああ、そうだね。見てみよう。え？どうしたの？何かすげえバカなこと書いてあると見た。お兄ちゃん、優勝。え？優勝ってなんだよ。いいことが書いてあったのか？見て、これ。アイカ、スズミと代わりに紙を見せる。な、本当にいいことね。マジで？どんな？1万円ご当選。はぁ？冗談だろ？あれだろ？裏に、なんちゃってやとか書いてあったり。いいえ、本物よ。1万円券。どうしようこれ。さっき言ってたじゃないか。秋にやるって。そうだな。もらっとけ。え、さすがに気が引けるよ。それならこのご飯、それで払っちゃえば。あ、それいいね。あいつ、飯代払わずに出て行ったし、ちょうどいいな。三人がこう見合わせて。そうよね。あいつすっかり忘れてたんだろうが。お兄ちゃんだしね。それじゃ、みんなのご飯、お兄ちゃんが払います。ごちそうさま。じゃあ、これで解散か。カズキ君はこれからおやつ？まだ1時間経ってないぞ。なわけあるか。はいはい、今日は解散。みんな帰ってゆっくり休んで。明日は忙しくなりそうだし。大量に洗い物しないといけないしな。不意にあくびが出た。カズキ君はお眠？ちょっと、
今日は早めに寝るわ。どうせ明日の書類仕事のことを考えたら早くも脳みそが寝だしたんだろ。なんか俺への当たりがきつくないか今日。女子の中に男子一人だもの、諦めなさい。漫画とかで男一人で女に囲まれる主人公とかどんだけラッキーだとか思ったこともあったが、現実は非常だったわ。おい、何が言いたい？その漫画ってのが気になるわね。え、どんな漫画読んでるの？え、あ、いや、違う。別に変なのじゃないぞ。わ、和樹くんも男の子だしね、変態さんだ。そういう趣味なのね。違う。慌てる俺を見て女性陣3人が楽しそうに笑っていた。女3人寄ればかしましいというが、こんなとこに男1人いるもんじゃないな。口が滑ったな、和樹。自分で暴露してくれちゃって。カオル、お前分かってただろ。そうだけど、誤解を解いてくれっつーの。だってその方が面白かったから。ははは、面白すぎて笑いじぬわ。和樹、倒れても人工呼吸はしてあげないわよ。そんな作戦考えてたの？はあ、誰もそんなこと言ってないっつーの。スズミのでっち上げだ。まったく、美少女3人に囲まれてるからって変なことを考えるんじゃない。考えてない、捏造するな。それにお前らに人工呼吸されても嬉しくなんかないわ。分かったか。へえ、私たちなんかこっちから願い下げだって言ってくれるじゃない。ひどい、そんなうちのとは思わなかった。ダメだ、もはや何を言っても逆効果だ。おとなしく笑い物になるしかない。女ってのはどうしてこう。黙っちゃった。すべてのカズヒくんかわいい。こう言ってもテンパってる時だけはかわいいんだよな。ほんとね。うぅ、いい子いい子。かわいくない。ねえねえ、みんなで写真撮ろうよ。名案だな。いいわね。店員さんに撮ってもらえるか聞いてみれば。写真？マジで？鈴見がウェイトレスのところに駆け寄っていった。ほらほら、和彦くん、絶対楽しいから。写真は苦手なんだよ。写真写り悪いし俺。そんなの気にするな、大丈夫だ。みんな、和彦の方の席に座って。鈴見がウェイトレスと一緒に戻ってきた。まあ、冗談だよな。誰も返事をせず、俺の横に集まってくる。写真は嫌いだって言っただろ。ぐだぐだ言わないの。美少女捜査官3人に囲まれて何が不満なわけ？むしろ泣いて喜ぶべきでしょう。ふずみがウィンクしてくる。はぁ、じゃあ撮りますよ。いいですか？はーい。じゃあ行きます。3、2、1。はい、チーズ。無情にもシャッターが降りる。きゃー、どうかなどうかな。アキカはウェイトレスに駆け寄る。あは、みんなかわいい。私にも見せろ。私も。と、そこで鈴見がハッとしてウェイトレスを見る。あ、すいません。どうもありがとうございました。いえいえ。ウェイトレスが去る間や、3人も写真に殺到する。あは、これいいわね。よく撮れてるじゃないか。和樹くんも見て見て。見なきゃダメか。全員が声を揃えて、もちろんと即答する。俺はしぶしぶ席を立ち、写真を覗いてみるが。うわ。写真の中の俺は、マジ顔面と全身で訴えていた。見事に最悪の写真写りだ。ひとしきり笑った後、レジに向かい、例の1万円券で代金を支払った。ねえ、和樹、秋川薫を送っていってくれる？ああ、そうなの？どっちにしようか。じゃあ、妹を送ってやるか。わかった。
じゃあ秋を送ってくよ。本人が良ければだが。そう言って確認の視線を秋に送る。え、ありがとう。なぜか秋は少し照れている。そんじゃ、そういうことで。また明日な。二人ともまたね。お疲れ様。俺は秋と連れ立って記事に着いた。しかし、あれは何だったんだろうな。え？美智子の電話。さっき秋とにかかってきたやつ。ああ、あれからお兄ちゃん何も言ってこないし、あんまり大事な用事じゃなかったのかも。そっか、そうだな。明日、秋田に聞くのは待つしかないか。うん。ファントム関連だろうか、違うかな。ねえ、和彦くん。ん？送ってくれてありがとね。別に礼を言われるほどのことじゃない。ね、でも、わざわざ歩いて送ってくれてるから、優しいね。作戦成功だな。優しいと見せかけて、実は優しくない男だ、俺は。なんでそんなこと言うの？本当のことだから。いつもと違う秋に少し戸惑う俺。私は和彦くんっていい人だと思うよ。少し照れくさそうに秋は言った。お前には負けるけどな。和彦くん。そこで言葉が止まる。ん？返事を催促するように秋を見る。ううん、なんでもない。そう言って早歩きで歩いていく秋。はあ？女ってのはわからん。俺は頭にハテナマークを浮かべながら後をついていくしかなかった。俺何かまずいこと言ったかな。いや、そんなことないよな。つうか何も言ってねえ。考えるのを諦めて空を見上げる。そろそろ日が落ち、夜の帳が降りそうだった。和彦くん、早く。今行くよ。突如、墓場で出会った女のことを思い出した。なぜ今なのかはわからないが。そういえば、今の今まですっかり存在を忘れていた。何考えてたの？ん？いや、ちょっと変な女のことを。女？誰？誰のこと？しまった。めちゃくちゃ食いつかれた。誰かとデートしたとか？何？いやいやいや、そんなわけないだろ。なんでそう思った？え、わかんないけど、女のこと考えてたって言うから、なんとなく。誰ともデートなんかしてねえよ。少なくとも、あの女とはな。心の中で付け加える。そんな自信たっぷりに。ねえねえ、和彦くんの好きなタイプってどんな子？ああ、さあな、正直で裏表のない人とか。隠し事しなくて、何が好きとか嫌いとか正直に言ってくれる人。ふむふむ、それから？それからって、なんで俺はこんな話してんだ。あはは、私の話したくなるオーラのせいなんて。アキがいたずらっぽく笑いながらウィングしてくる。どんなオーラだ。当然アキが手を握ってきた。ほらほら、ついてきて。はあ、どこ行く気だよ。いいからついてくるの。おいおいおい。手をつかまれた俺にはついていく以外の選択肢はなかった。いや、ついていくというよりも引きずられる方が正しい。アキはどこに連れて行こうというのだろう。俺たちはやがて舗装されていない道に入った。おい、せめてどこ行くか言えって。ふふん、内緒。はぁ、そのまましばらく引きずられていくと川にたどり着いた。見て。ん？アヒが空を指さす。言われるがままに空を見上げるとすぐに上がった。どうしてアヒがここに連れてきたのか。それはまるで絵画のような光景だった。赤く染まる山のそれと水面に映る夕焼けの空。思わず息を呑む俺の方を静かな風が慣れていく。これはすごいな。でしょ？
どうやってここを見つけたんだ？見つけたのはお兄ちゃんだよ。前に連れてきてもらったの。マジか、アキトが。もっと驚きだわ。おそらくあいつの切り札だろう。デートの最後に女をここに連れてきて、このムードで決めようという作戦に違いない。なかなかにやり手だ。そっちにベンチあるからちょっと座らない？ん？わかった。俺たちは木のベンチに腰を下ろし、この風景をしばらく眺めることにした。ここ大好きなの。だろうな。本当に綺麗だ。和彦くん。ん？一つ約束してくれる？え？何をだ？まっすぐに顔を見ると、アキは照れたように目をそらした。あのね。キャー、雲！おお突然アキがピョンと飛び乗って抱きついてきた。ちょ、お前、首しま！あ、ごめんなさい。俺にしがみついたアキがその、すまなそうに見てみる。いってぇ。頭もった。ああ、ごめんなさい。大丈夫？ここ。俺の前に乗ったまま、胸を、反らすアキ。ちょ、待て。え？お前、いや、待て。まずはそうだ。降りろ。ひとまず降りよう。いいか、立てるか。するとようやく気がついたようだ。自分の胸が俺の目の先にあることに。キャー！マット飛び抜く秋、ワウワトマトのように真っ赤だ。わー。私、頭大丈夫かなって。大丈夫だ。頭は、いろんな意味で。気まずい沈黙。つうか、お前、ちっちゃい雲なんか怖がるなよ。毒雲なんかこの島にいないだろうし、そもそも雲は刺したり噛んだりもしないぞ。ちっちゃくないの、大きかったの。そうか、なんでもいいけど、そろそろ帰ろう。うん、ぶつけたところ本当に大丈夫？大丈夫だって。そっか、よかった。部屋がなくて。安心したいに吠えむアキ。その笑顔はとても柔らかで、辛いと俺も笑うのだった。そしてアキを家まで送り、別れを言って、俺もようやく自分の家に帰った。とんだハプニングがありましたが。というか、倒れたし、表紙に制服脱げるのかみたいな感じだったけど。はい、というわけで、じゃあ今回はね、一旦この辺で終わりにしたいと思います。次回もね、よかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。